ミルクサッカーアカデミーの上間でございます。ノーミルク佐藤です。いや先生、プロサッカーデータ版のノーミルク佐藤先生、驚きの嬉しいニュースがさ入ってきましたね。入ってきましたね、はい、これはサムネ通り丸声優長友佑都誕生へ。いや獲得の理由とこれ、はいはい、ちょっとは、ね、測って考えていきたいと思います。これもう僕は昨日初耳でしたけど、これも決定でいいんですか、噂とかじゃなくて。一応はい、丸声優の監督であるヴィラスボラス監督がもう、もうこれからメディカルだってことを言ってるんで。ヴィラスボラス監督なんですか、はい、あのトッテナムの、はい、上海上皇の、はい、はー、で彼がもう認めてるんで、メディカルで何も問題ない限りはまあ決定と思っていただければ。素晴らしいじゃないですか、はい、はい。まあ、ちなみにハノーファー含めていろんなところから実は長友選手かなり引っ張りだこな状況ではあったんですが、はいはい、そもそもなんでマルセイユが長友を求めたのかとか、はい、あとまあこれでね、いわゆる酒井宏樹との両翼じゃないかとか。本当ですよ ね、はい、でもなんか一部の報道ではね、長友ベンチでしょみたいなことになってたりだとか、まあ、いろんなことを言われてたりするんですが、ここで全てちょっとまとめて おきましたので、その辺の気になるところ、今のマルセイユ含めて全部ちょっと使い貸しました。テンション上がってまいりました。それではやっていきましょう。めくっちゃってよろしいですか、先生の資料、はい、お願いします。ドン、こちらでございます。おお、はい、長友獲得に動いたマルセイユの人とお金の台所事情と経験値。おお、すごい、はい、へえ。ちょっと今までにはないちょっと表にしてみましたけど、はい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 、実はですね、皆さん、まあさん、うん、先日暑かったですね、あのチャンピオンズリーグの決勝。いや暑かったです、先生、まあ、ねえ、パリサンジ、ねえ、パリサンジェルマンとバイエル、はい、でパリサンジェルマンのチャンピオンズリーグ決勝があったのと、うんうん、ほぼ同タイミングでですね、リーグワン開幕しまして、もう、はい、あ、らしいですね。パリサンジェルマンはお休みしたの。お休み、さすがにお休みです。そうだよね、うん、ああそうなんですね。ってことはマルセイユももうやってんだ。そうなんです、はいはいはい、でマルセイユも初戦はちょっと自チームに、ちょっと新型コロナウイルスの、にかかってしまった人が多くて1回なしになったんですが、そういうことなのね。で第2節が一応開幕戦でなりまして、うんうんうん、2020-21 シーズンの初戦はスタッドランス戦にこの間臨んできたんですけども、はいはいはい、マルセイユ 3-2 で勝ちました。はい、で真ん中にいるのがその日のスタメンメンバーですね。キーパーマンダンダとか、ほいほい、右の酒井宏樹とか、右のトバンとか、うん、こんなメンバーで、まあ、やりましたよ。ちなみに3点は1点はトバンが取りまして、2点は、左のセンターバックの、チャレタ・サル選手、うん、クロアチアの、ね、代表なんですけども彼が取ったっていうのがありました、うん、はいはいはい。でこの左とか右の中この茶なんかね、緑とか青とかのやつ何かっていうと、はい、普段見る赤でも使っている、うん、緑だったらやっぱりフォワードの選手とか、はいはい、水色だったらサイドバックの選手ってそういう意味なんですけど、ね、ゲームの坂つくをリスペクトしたねこの色ですけども、はいはい、うん、ここでなんですが、例えば、緑の部分、うん、左上ですね、ミトログル、ベネデット、ジェルマンと、うん、ミトログルだ、はい、これはいわゆる真ん中の、いわゆる、この真ん中のね、表のスタメンの表で考えたときに、そのベネデット選手がやるところ、いわゆる真ん中のセンターフォワードのところなんですけど、うん、はい、ここまあ3人いるわけですよ。うん、まあ十分ですよね、3人。これは年齢順に書いてくれてるんだ、上から。あ、そうですね、基本年齢順で書いてあります。はい、はい、はい。うん、はい、で各それポジション順に、このポジションにはこんな感じの人とこんな感じの選手がいるんだよってこう書いておいたんですけど、はいはい、酒井宏樹選手は右サイドバックなんですが、うん、右サイドバック4人いるんですよ。酒井宏樹、サール、モハメド、ミチャ、はいはい、に対して左下のところ左サイドバック2人しかいないんですよ。本当ですね、はい、うん、で実はマルセイユ最近ずっとそんな感じだったんですよね、うん、だから酒井宏樹選手日本代表では右サイドのイメージだと思いますが、マルセイユでは左サイドバックとかもやってたんですよ。はー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 、人いないから。なるほどなるほど、そうなんです。でしかもさらによく見てみると、うん、酒井宏樹選手も今年30になったんですけど、うん、右に入ってきた2人というか、右に実はモハメド選手、リチャード選手、ここの2人が21とか18とか若いんですよ。若いね、はい、で左サイドバックもロチャ選手というのが22で若くて、うん、だからまともな経験者で考えると宏樹、サール、ジョルダン・アバミド何人しかいないんですよ。はい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 、うん、なので全世界検索の窓に30代いい感じの左サイドバックって検索したわけだ、マルセイユが。そうなんです、はあ、結果ピピピッと長友だったんです。はあ、でさらにここさらにいろんな問題が絡まってきて、うん、今その左サイドバックも確かに足らないんですが、うん、右ウイング、トバンのみです、うん、おお、
はい、本当だ。やばいですね。うん。で、実はだからマルセイユ、今年しかもチャンピオンズリーグも戦うんですよ。おー、そっか。うわー、これはテンション、なんか違うことでテンション上がっちゃいました。上がりますよね。見れるんだっていうね。はい、だけど、マルセイユとしたら、うん、攻撃めちゃくちゃ、だって人足りないじゃんってなるので、はい、実は酒井宏樹選手とか、右サイドバックのサール選手とか、そのあたりは、実は開幕直前まで、うん、いわゆる売却想定あったんですよ。え、あ、酒井宏樹移籍かみたいなね、話もちょっと出てました。このチームの中で市場価値が高い選手だったので、はい、宏樹出してでも、マルセイユに金を入れなきゃいけないんじゃないかっていうふうになってたんです。なるほど。人数を増やさなきゃいけないっていうね、足りないポジションがある以上いっぱい。そうなんです。はい、なんだけど、どうにかの若手たちをこう引き上げたりだとか、なんだりだとかして、どうにか人数を最低限どうにかした。はい。ただ問題は、うん、チャンピオンズリーグの経験者たちが少ないんですよ、このチーム。はぁ、そこも入ってくるんです。本当ですね。マーさんがおっしゃった通り、そこなんですよ。CL 経験者っていう項目も検索したんだね。そうなんです。はなん でさらにさらにもう一個あるのが、うんうんうん、リーグ戦はフランス38試合あります、ね。はい。で、チャンピオンズリーグ、まあ出ること決まってますから、最低でもグループステージ6試合あるので、うんうん、これで44試合、プラスあの国内のカップ戦あるので、45試合の公式戦やるのはもう確定なんですよ、ね。なるほど。で、結果がどうだろうがね。はい。はい、うん、今あの、アジア、日本だと、代表戦次いつあるのかってなってるじゃないですか。うんうんうん、ヨーロッパは普通に代表戦やるんですよ。あ、ネーションズリーグ。そうなんだ。あ、そうなんだ。ワールドカップ予選以外にも。やるんですちゃんと。おぉ、っていうふうになると、はい、ヨーロッパ組の、いわゆるチャンピオンズリーグ出てるクラスの、いわゆるヨーロッパの選手ってなったら、やっぱり代表クラスのそこそこいい選手になっちゃうじゃないですか。うんうんうん。で、お金もないマルセイユだから、そのラインは取れないんですよ。だからもう、非欧州組で、移籍金とかが激安で、欧州のそのトップの舞台の経験が豊富で、ポジションリーダーもできる左サイドバックでコミュニケーションが上手いやつ。これ、ユートさんしかおらへんがな。そうなんですよ。はぁ、すごい。逆に言うとぴったりすぎるんですよ、そこ。いやー、持ってますね。しかも酒井宏樹がいるから仕事もしやすいってもんだ。そうなんです。ねえ。美味しい和食屋さん教えてもらいますしね、すぐね。そうなんですよね。ねえ。あら。完璧なんですよ、マルセイユとしては。これは素晴らしいですね。やっぱ生活の不安があるしね、ちっちゃい子がいるしね、奥さんもね。やっぱ、あらー、素敵。へぇー。よかったねーと。はぁ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 。こうやってやって、日本人としても海外サッカーをこう熱く見よう、南の久保。そして、なんとフランスリーグもこれね。そうですね、しかも一気に見れたりするわけでしょ。たまさん近い長友です。長友です。あと今年はね、フランスリーグ、川島選手が去年は第3ゴールキーパーだったところから、今年は、なんとスタメンに抜擢されてるところがあります、ね、そうなんですね。そうなんです、だからちょっと、まあ、後ろディフェンダー組がちょっと多い形になりますけど、はい、最近なんかあれですね、イタリアとかフランスとか日本人のディフェンダーゴールキーパーがだからなんかすごくね、たっ飛ばれてる感じがして、すごくいいですね。あ、いいですね。本当にネイマールとかとこう戦うわけでしょ。そうです。 PSG にこのままいればね。そうですね、ディマリア。ちょっとどうなるか分かりませんけど。はー、だからね、そういうこと分かりやすかったな。だから一応ね、どっかのメディアさんとかでも出てるような、長友控えとかっていうのとかは、うん、ある意味で半分当たりで半分外れという、はーはーはー、もうこんだけ50試合とかやっていくのに、うん、スタメンも控えももうもはや関係ないというか。なるほど。ある程度メンバーたちは、多分20試合以上は出ることになると思うので、うん、我々はそんなね、彼らを応援しましょう。なるほど。わ、非常になんかいろいろ理解が深まりましたよ。ありがとうございます。よかったね、そういうことで、新シーズン非常に楽しみになってまいりました。楽しみでございます。ね、フランスも追っかけていきましょう。フランスからの YouTube もね、楽しみにしましょう。酒井宏樹選手が出るかもしれない。ね。そうですね。ね、ミトログルに爆竹当ててみたとかね。やめてくれ。かもしれないですね、やめてくれ。マンダンダに漫談させてみたとかね、キーパーの。そういうのもいいかもしれないですね。はい、ということでございました。ありがとうございます。ストロートマンのストロー隠してみたとかね。で持ってんだストロートマンは。ありがとうございましたね、はい、バレルディについた嘘バレルディみたいなね。ありがとうございます。いろいろ覚えてまいりました。、ね、ありがとうございました。
ということで、ありがとうございました。先生またお願いいたします。ということで、ミルクサッカーアカデミーで毎朝ね、いろんな動画を出させていただいてます。ライブ配信も、J リーグのレビュープレビュー、その他やっておりますので、ぜひチャンネル登録並びに、高評価ボタンで応援していただけると嬉しいと思います。はい、というわけでございます。先生、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。井上まあでございました。ノーミルク佐藤でした。ありがとうございました。それではまた。